プロデューサーの皆様こんばんは、えんしょうです。ということで今日から、新しいイベントが来てまいりました。明日また会えるよねです。今回マカロン形式っていうんですかね、このポイントを消費してやるイベントが今回また来ました。で、初めて、参加される方もいると思うので、ここからちょっと、今井戸なんですけど、説明させていただきます。まあ、ルール説明なんですけど、ルール説明の前に、まず今回の報酬が2人なんですけど、ゆかちゃんとね、桜井ももかちゃん、ちゃまですね、が、今回の報酬アイドルで、あと他にもトロフィーとか、あとブランコかな、これは、が、ゲットできます。基本的に多分ゆかちゃんが、達成ポイント報酬。で、ももかちゃんの方が、イベントランキング報酬、ランキングですね。何位以上、何位以内っていう方の報酬で、ちょっと大変な方が、ももかちゃんの方です。この絵すごいよね。なんか、言わないとこ。思ったこと言わないとこ。で、今回は、ダカーフォン。ダカーフォン。ダカーフォンらしいです。これをいっぱい集めなきゃいけないんですけど、これを集める方法としては、通常曲をいっぱい弾くことです。とりあえず、で、多く、スコアが、ランクが高いほどって書いてあるんですけど、スコアのランクっていうのは、S とか、A とかあの辺です。できるだけ高いの。で、だから無理しないで、マスターを無理しないで弾くことをお勧めします。マスターをまだ全然弾けないって人は、もう自分が合った難易度で S 取れるやつをひたすら弾いていった方がいいと思います。で、イベント曲 をプレイするためには、このタガーフォンをね、ダカーフォンを使ってくださいと。はい。で、イベント曲は結構大量にポイントが入るので、これをどんどん、貯めて、バンバン貯めて、で、弾くことをお勧めします。はい。そうですね。こうやって同じです。で、そうですね。で、あと2倍消費とかいろいろあるんですけど、そういうなんか、もろもろの裏技は、今までの僕の再生リストにしてあるので、今までのこの感じのイベントはね。なので、そちらの方をチェックしていただければ、ありがたいです。そしてですよ、毎回この動画をね、イベント始まるときに選手宣誓じゃないですけど、僕の目標、今回の目標みたいなのを発表するんですけど、ちょっと今回の目標、前回までだったら10位企画って言って10位まで入るって言って、前回つぼみが良かった、6位に入れたので良かったんですけど、今回も上位狙おうかなと思ったんですけど、正直、お金があれば回ろうかなって感じですね。正直今まだわからないっていう状況で、本当はここでキッチン決めたかったんですけど、とりあえずジュエルある分には全部走ります、正直。で、なぜここですごく悩んでるかっていうと、昨日の動画で多分出たと思うんですけど、フォースライブが出たじゃないですか。で、先行応募券が CD についてくるということで、で、僕ツイッター見てる限りだと、みんな相当気合入ってて、30枚40枚平気で CD 買ってくって言って、いや、それじゃあ俺1枚しか買わなかったら多分絶対無理じゃんみたいな。絶対当たんないじゃんみたいな。確率どんどん下がってっちゃうんで、僕も、ちょっと、埼玉スーパーアリーナの2日目が、シンデレラプロジェクトと、プロデューサー役のね、竹内俊介さんが来るということで、絶対行きたいんですよ。正直、絶対行きたいんで、ちょっとデレステじゃないんですけど、そっちにお金を割きたいなっていう気持ちが大きいです、正直。あと、ガチャにね、フレデリカが来たんで、ちょっと、で、すごく性能が強いので、ちょっとそちらの方にもお金割きたいなって感じで、イベントにちょっと割けるお金がどれぐらい余ってるのかっていうのがちょっとわからないので、不明です。とりあえず行けるとこまで行きますし、間違いなく2000円以内は、間違いなく入るようには目標には立てるんですけど、正直走れる分だけ走りたいなっていうふうに思っております。はい、今回はこんな感じでございます。皆さんもぜひぜひ、走られる方、無理せず走ってください。僕は、ゆっくり走るはしないんですけど、ちょっと駆け足ぐらいで走るんじゃないかなっていうふうに思います。はい。では、また次の、では、1週間かな ?5 月27日まで、1週間、8日間か。一緒にイベント走りましょう。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。